はい、どうもどうも、皆さんこんにちは、もみけんです。ではね、昨日のライナマの放送ね、すーっげー面白かったんですけど、ライナマの放送を受けてね、あ、こっちじゃない、こっちじゃない、デイリーミッションの方がね、福引き券スペシャル撮るために参照しないといけないのかな。はい、じゃあ今日からね、まあやっていきたいと思います。僕がね、最近楽しんでる友達対戦ですね。あの、ウェイジ制限特にないんで、普通にね、まあガチパーティーでみんなね、行ってるような感じになりますね。はい、じゃあ僕はね、ガチパーティーっていうか、ちょっとね、レベルがね、キラージャック足りないんですけど、まあ混乱要因として設けて、あとはね、身長レティスにディフェンスやってもらって、で、あと回復すると。ちょっとこのパーティーね、混乱とか来ると、あの、指導が来るとね、きついんですけど、行きましょうか。じゃあレベル80ぐらいの、ドレアムくんかな。はい、じゃあ1試合目、よろしくお願いします。お、オーガキングの、まあ、ハゲオタが怖いけど、あ、つうか、ハゲオタ対策もしないとな、ちょっと、弱いな、これだと。はい、じゃあ、オーガキングが全体かばって、その間に周りが攻撃って感じだろうね。じゃあ、まあ、一旦目は、異形の進化。それで、まあ、キラージャックで混乱でね、させてから二旦目で落としに行きましょう。守り、身長の守りで、ギガフレアで、どうしようかな。ギガフレアで、落とそうかな。あっちは混乱特にないんで、まあ、とりあえずギガフレアやっとくか。はい、じゃあこれじゃあね、命大事の、回復担当ですね。はい、じゃあ身長守り入ったんで、落ちないこと祈りましょう。はい、全体の回復いったんで、あとはまあ、つうか、斬撃パーティーだったんで、見かわしでよかったね、キラージャグリングよりもね。まあ、2ターン目以降はキラージャグしましょうか。これでね、入ってもらわないと困るんですけど、まあ、案の定入りましたね。はい、じゃあ、あとは、まあ、レベルがね、100とかの相手ではないと思うんで、これガチパーティーだと今頃ね、ちょっと負けてる感じです。わ、全員回復されちゃった。オッケーオッケー、しゃあないね。はい、じゃあオッケーオッケー、2ターン目から行きましょう。まあ、で、ドレアム落として、ドレアムの前にね、木を落とさないとね。はい、じゃあまず木を落としましょう。で、その後に、もちろんあれですね、タップダンス。これで斬撃をかわしましょう。で、身長の守りを入れつつ、こっちはね、もう回復。2匹で回復しましょう。まあ、落ちることないんでね、大丈夫だと思うんですけどね。はい、じゃあタップダンスで OK と。物理攻撃はね、かなりかわせると思うんで、これでミスミスミスで。まあ、食らうんすけど、まあ、身長の守りがあと入ってるんで、あとか、まず1匹確実に落としといて、OK ですね。はい。じゃあ、マジック、ブレイク入ったんすけど、ね、ミスがすげえ多いですよね。はい、というわけで、これで積んだみたいな感じだね。まあでも、油断大敵。はい、じゃあ一匹ずつ今度は落としていきましょう。そろそろ、ヒプノスタントで、まあ、混乱入ってる敵をね、特大ダメージを食らえるってやつですね。はい、じゃああとはね、勝ちましたね。はい、じゃあ1勝目ですね。まあこんな感じでね、計画的に勝っていくような感じですね。はい、じゃあガチパーティーだと、なかなか持たなかったりするんですけど、今のパーティーは持ちましたね。こういうパーティーがね、多いんで、同じ人と対戦っていうのもあるんですけどね。はい、じゃあ2試合目行きましょう。MP20 アップのピサロリーダーですね。まあ、斬撃が早いんで、そこだけ注意。相手は斬撃パーティーと、インヘイラーがちょっと厄介なんで、先にピサロで落としたいとこですね。カバーがないんでね。インヘイラーの前、動く前に、こっちのね、神速の剣技が入るかどうかですね。あと、斬撃パーティーなんで、ヒプノス、あれやった方が良さそうですけどね。タップダンス行こうか。混乱とか特にないしね。相手は斬撃パーティーっていうの特徴分かってるんで。はい、ではここではね、ギガフレアして回復しましょう。はい、じゃあ行きましょう。まあ、多分、イメージ通り行けば勝つかな。スピードがないのと、こっち、ピオリンが一旦入ってるんでね。インヘイラーがあっちがスキルの種をえらい振ってたらまた別だし、レベル100の、壺だったら、先に動かれて、結構きついんですけど、それでも一応落とせるっちゃ落とせるか。はい、じゃあ始まりましたね。身長の守りと、ステップ しましたんで、これでだいぶ避けれる。一匹しか当たらなかったね。はい、じゃあ斬撃パーティーで、このパターンはね、結構楽勝パターンになりましたね。はい、じゃあバイキルト、あ、バイキルトじゃない。全体は入ったんですけど、バギクロスがね。まあ特に問題なくいけましたね。はい、OK です。はい、じゃあ結構まあこっちはね、まあ普段からこんな感じでやってるんで、まあ慣れたもんで。はい、じゃあ行きましょう。まず回復を落として、まあ斬撃来るんですけど、今回に関してはキラジャグ行きましょう。混乱の半減なんですけど、半減でもね、入ることあるんでね。はい、ではあとは、メガフレア行きましょうか。で回復と。まあ身長レティスがやっぱ優秀なんでね。
3分の1に軽減してくれる身長の守り。まあダメージバリア普段ね、私ここにはこの辺では入れてるんですけど、今回ウェイト制限なしってことで、まあレティス入れてますね。まあレティスもね、まあ前回のね福引きっていうか、はい、じゃあ OK ですね。はい、前回のただ選べるやつ交換チケットでレティスにすればよかったんですけど、僕ね、キラーマジンガとかにね変えちゃったんで、ちょっとアンポンタンだなと思ったんですけどね。はい、ではね2勝目ですね。まあ1試合目がいい流れで来たんでね、2試合目もこんな感じですね。はい、じゃあ、今回に関しては同じ人と対戦することはなかったと思うんですけどね。まあ対戦相手待ってますと、同じ人と対戦する可能性もあるんですけどね。お、カウンですね。はい。歴史が好きな人かな。はい、じゃあ相手がスピードパーティーで来るのと、あと逆風持ってますね。あとは、お、強いですね。永遠の巨竜とデスピサロとオーガキング。まあこれに関しては、混乱が効きやすいのが永遠の巨竜とオーガキング。あとデスピサロがたまに入ることあるんで、タップダンスではなく、混乱の方を狙っていきましょうか。弱いなんでね。で、いてつく波動というか、あれを止めてくるんで、多分ね、ピサロはね、動けないで終わりますね。まあ、というか、全体をしとこうか。で、キラジャグで、一応永遠の距離を止めるような感じしましょうかね。で、こっちでね、ギガフレアでいいよね。カウンター特にないしね。はい、じゃあ誰を止めに来るかが見ものですね。はい、行きましょう。はい、相手永遠の恐竜が誰を止めに来るか。ピサロだと、違うかな。レティスじゃないか。あ、レティスがやった後にしてくるんだね。はい、じゃあレティスを止めに来ましたね。はい、じゃあレティスが厄介だと思って先に倒しに来たんですね。はい、じゃあ2匹混乱が入りましたね。はい、じゃああとは、OK。いい流れだね。混乱がうまく入ったのがいいね。まあでも逆に混乱食らっちゃった。はい。はい、じゃあ OK ですね。まあちょっとこっちが一匹混乱食らって、次のターンあれだったんですけどね。はい、じゃあ相手が諦めたってことで、割と早めに終わりましたね、今回ね。はい、じゃあ、キラージャグリング、レベルね、100じゃなくて85なんですけど、まあ絶好調ですね。はい、というわけで、今回ね、3試合、ざっと、ね、休憩なしで見に行ったんですけど、連続で見たんですけどね。はい、じゃあ福引きね、まあ、ゲットと。はい、じゃあ、ね、福引き聞きたいとこなんですけど、まあ、この後ね、まあ、3時から新しいガチャ始まるんで、そこまでちょっと撮っときますね。で、明日、まあ、またね、こんな感じのパーティーで挑みたいと思うんで、その時ね、ガチャ、まずやっていから、引こうかなと思います。毎日ね、3試合連勝ね、できればいいんですけど、3試合ずつ見ていきたいなと思います。今からね、友達再生なかなか勝てないなっていう人は、まあ、ある程度ね、まあ、そうですね。まあ、リーダーを誰据えるか。まあ、方向性ですね。スピードリーダーするか。あとは混乱対策とか、持ってるやつ。あともう一個はね、ダメージバリアとか、あとは身長の守り。するとね、かなりダメージ軽減できるし、あとは回復薬を設けるとね、まあ、結構流れ的にはね、悪くない流れになるかなと思いますね。まあ、一匹火力があるモンスターがいるとね、いいんですけど、まあ、その辺のバランスがね、結構大事になってきます。はい、というわけでね、今回3試合見てきました。また明日もね、期待してお待ちください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またまた、失礼します。